はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字4月号よりですね、1年生の検定課題、こちら白をですね、書いて説明をしていきます。はい、幼稚園の年長さんだったですね、生徒さんも新1年生ということで、小学生の課題をですね、書くようになります。はい、今回はこの白ですね。はい、裏面を見てください。はい、赤手本の書き方ということで書いてあります。はい、まず書く前にですね、こちらをよく読んでですね、練習をしていきましょう。はい、まず詩ですね。詩は頭強く強くして、そしてここ元気よく、こう右上にですね、払っていきます。はい、ここにちゃんと広さをですね、作っていきましょう。はい、ロですね。ロは右上がりで書いて、ここで一旦止めます。止めてから左下に、そしてここでまた一旦止める、そして右上がりにして、ここで最後元気よく払っていくという書き方をします。そしてここちゃんと広さを作っていきます。はい、それではですね、実際に書いて説明を しながら書きましょう。はい、まず詩ですね。はい、最初は強く、そして体でこう引っ張っていきましょう。そしてここから右上に向かってこうです。詩ですね。そしてロ、はい、最初右上がり、止めて押さえ直して、そして左下にこう、ここで一度止めます。また止めて、そして右上がりです。でここから元気よくこう払っていきます。はい、このように書きます。はい、こう元気よく払うところですね、そういったところ、そしてここの広さで、ここは右上がりになってですね、ここは、はい、一旦止めてから、ここも一旦止めてから、はい、書くようにしていきましょう。はい、今日は以上です。